ザスバフ派の戦いは、フツラン戦争中の1675年7月27日、フランス王国と神聖ローマ帝国の間で行われた戦闘。砲撃戦が主であったこの戦闘において、フランス大元帥のトゥレンの死者が戦死した。フツラン戦争の原因は、フランス王類14世が栄光を求めて、軍事上の勝利を得ようとしたことと、 1667年から1668年までのネーデルラント継承戦争においてネーデルラント連邦共和国が裏切ったことに対して懲罰を与えることの2点だった。オランダは初めフランスの同盟国だったが、ルイ14世の領土拡大に対する野心に直面するとイングランド王国とスウェーデン王国と三国同盟を締結してフランスの拡張主義を阻害した。 ルイ14世はネーデルランと継承戦争では、譲歩したが、直後に、資金力でスウェーデンとイングランドを取り入れて、同盟から離脱させた。そして、フランスは1672年に、オランダに侵攻した。しかし、オランダは、侵攻を阻止することに、成功。やがて新生ローマ帝国など他の国が、退仏戦争に参戦した。 1674年末から1675年初にかけてのトゥレンヌの陶器戦役においてアレクサンドルとブルノンビル率いる帝国軍はアルザスから追い出された。トゥレンヌは敵より少人数の軍勢を率いて陶器の玄関の中敵の側面を通過1675年1月5日のトゥルクハイムの戦いで勝利してブルノンビルを撤退させた。 ブルノンビルが敗北した後、ライモンド・モンテク・コリが入れ替わりで南ドイツにおける帝国軍の指揮を取った。彼は湿地を挽回すべく、ストラスブールでライン川を渡ってアルザスを再占領しようとした。1675年春、彼はシュバルツバルトを通って西へ進軍、ライン川流域に入った。そこでブルノンビルの敗山兵約8000人をかき集めると、 帝国軍は、不評1万8000と、騎兵1万4000にまで膨れ上がった。5月20日、モンテクッコリは、ビルシュテットに本営を設けた。同じ頃には、帝国軍の偵察部隊が、ライン側東岸、ストラスブールの対岸にあるケールに到着した。モンテクッコリが、ライン側東岸に接近すると、トゥレンの率いる、不評2万と、騎兵1万5000は、 ライン川西岸で帝国軍を足止めしようとした。トゥレンヌは当時帝国自由都市であったストラスブールに同志の橋を帝国軍に使わせないよう要求したが、トゥレンヌの直近の勝利にさほど感銘を受けなかったストラスブール政府は帝国を支持した。ストラスブールが5月22日にモンテクッコリにとかの許可を与えたほか、その本営に人味を送った。モンテクッコリは とかしたが、軍は伴っていなかった。彼は軍をケールに移動させるのを装った後、すぐに北上して、別のトカ点を探した。5月31日、モンテクッコリは、シュパイアーでライン川西岸に渡ったが、トュレンヌを北に誘うための陽道に過ぎず、帝国軍は6月4日には東岸へと戻った。トュレンヌは惑わされず、フランス軍は6月6日に、 ストラスブールの南にあるオッテンハイムで仮橋を建て始め8日にはとかを終えた。これにより両軍ともライン側東岸に位置することとなった。トゥーレンヌはモンテクッコリと同じくビルシュテットを本営とした。帝国軍は慌ててケールとストラスブールへの道を塞いでいるフランス軍を攻めた。シャルルド・ロレーヌ率いる帝国軍の前衛4000人は フランス軍を攻撃したが失敗した。モンテクッコリはトゥレンヌをケールから引き離すべく、再び王道を試みた。彼はフランス軍の東側、シュバルツバルトに沿って進軍をしてオフ,フェンブルクを占領した。さらに軍を南に派遣してオッテンハイムにあるフランス軍の橋を脅かした。しかしトゥレンヌは、またしても同時ずオッテンハイムの橋を北に移動させて、 ビルシュテット近くに置いた。その後、両軍は一週間にわたって、睨み合いを続け、どちらも海戦に持ち込もうとしなかった。やがて、両末不足によりモンテクッコリは北へ撤退、陣地をストラスブールから10マイルのレンチ側近くに置いた。彼は、エネアスでカプラーラ伯爵率いる、軍勢5000をオフフェンブルクの占領に残した。トゥレンヌも、ビルシュテットに中流軍を残して、 帝国軍の新しい陣地に向かった。両軍とも補給と天候に悩まされた。フランス軍の軍馬は葉っぱを食べる羽目になり、兵士も長く続いた雨に苦しんだ。兵士たちが天気が良くなるのを待っている間、トゥレンヌは危うく殺される目にあった。平民数人が士官たちとトゥレンヌに銃撃するという事件が起こり、トゥレンヌの近くに立っていた保証を殺害したのだった。7月22日に、 雨が止むと、テュレンヌは、モンテクッコリをレンチ側に国づきにすべく行軍を開始した。フランス軍の前衛は、ガムスフルストで帝国軍を攻撃したが撃退された。モンテクッコリも7月23日から24日にかけて攻撃を行おうとしたが、霧に阻まれた。7月25日と26日にも戦闘が続いたが、レンチ側沿岸では、 勝ち目がないと判断したモンテクコリは、シュバルツバルトへの撤退を命じ、オフフェンブルクを占領していたカプラーラにも、合流するよう命令を発した。テューレンヌは帝国軍を追ったが、この時点では両軍とも消耗しており、約2万5000人まで減っていた。7月27日の朝、フランス軍はザスバッハ村で陣地を敷いていた帝国軍を発見した。帝国軍の陣地は、 ザスバフ派側の後ろ、山のふもとに位置していた。帝国軍の荷物は村の先にある松の林へ移動していた。モンテクッコリは森を援護として使い、ザスバフ派の村と右翼にある古い城塞にマスケット渋滞を配置した。彼がこの陣形を取った理由はカプラーラとの合流を待っていたためであったが、カプラーラはフランス軍に阻まれて遠回りをしなければならなかったため遅れていた。 フランス軍はザスバフ派側の南で戦列を形成、不評を前に騎兵を後ろに配置した。トゥーレンヌは、砲兵中将のサンティレール領主、ピエール・ド・モルメに命じて、大砲の配置を決めさせた。フランス軍の士官兵が前進して、近くの家屋に射撃したほか、フランス軍が大砲八門で教会と城塞を砲撃した。村の一部が炎上したが、 帝国軍が墓地と教会の庭で野戦用の防御工事を施したため、フランス軍の砲撃は効果が薄かった。帝国軍の砲兵も砲撃を開始、砲撃戦となった。トゥーレンヌはフランス王類14世に帝国軍が撤退を開始したら、それを攻撃すると知らせを送った。彼は成功を確信したか将軍たちと状況を話し合った。この時、フランス軍は、 帝国軍の部隊が多くの動きをしていたが、これは帝国軍の不決断を示しており、その撤退が近いように見えた。午後2時頃、モルメは、デュレンヌにヘルマンフォンバーデンバーデン率いる帝国軍の砲兵の攻撃を止めるべく設置した大砲を視察するよう求めた。この時、主官の一人が敵軍の砲火に気をつけるよう注意を促した。砲撃が特に激しい理由には、 モルメが赤いマントを羽織っていて、格好の的になったことが挙げられる。ローラワードによると、トュレンヌは助言に従って気をつけており、私は今日殺されたくないと発言したという。モルメとトュレンヌが打ち合わせている間、帝国軍の砲弾が二人を直撃した。この砲撃によりモルメは左腕を失い、トュレンヌは肩から側面を貫通された。トュレンヌは二歩歩き、 言葉を発することはなく倒れた。モルメは生き延びたが、トゥレンヌはこの傷で死亡した。フランス軍は初めトゥレンヌの死を隠そうとした。一方、モンテクッコリは、午後の中頃になっても、全面戦闘にならないのを意外に感じていた。やがて、トゥレンヌの死を知ると、彼は、今日、人類に栄光をもたらした人間が死んだ。と述べたという。トゥレンヌの死が、 フランス軍の間に知れ渡ると、悲痛、行転、怒りなど様々な感情が巻き起こった。兵士たち、特に不評たちは、チュレンヌ元帥を好んだ。一部では、我らの父は死んだが、そのあだは必ず撃つとの声もあった。士官の一人が一時意義を唱えたが、当時中将であったギー・アルドンセド・ディホールド・ロルジェが、指揮を引き継いだ。 フランス軍は砲撃を続けたが、やがて大規模な戦闘にならないことが明らかになった。フランス軍は7月29日から30日にかけての夜に起立を保って撤退した。志願兵の一人は後にチュレンヌの計画が彼の死と共に崩れ去ったと述べ、指揮を引き継いだ将軍たちの軍港は安全にライン側を渡って、宮廷の命令を待ったという一点だけだったとも述べた。 モンテクッコリは撤退するフランス軍を追撃したが、27日にトゥレンヌの死を知った直後に攻撃しなかった理由は不明だった。トゥレンヌからの攻撃を防ぐ必要があった場面でもあったため攻撃を考えなかった可能性もあった。モンテクッコリは知ってる川でフランス軍と戦ったが、フランス軍がアルザスへと撤退することを防ぐことができなかった。ありがとうございます。